と違う。ごめん、やっぱ何でもない。ん？やっぱり気づくまで取るのはやめよう。それじゃあ一ついただきます。うん、あれでしょ、ミオちゃんが笹原先輩を思ってるみたい。びっくりした。どっから落ちてきたんだろう。わかんないよ。でも人生の中でこけしに当たるなんてなかなかないからね。